Spinner。アジナ副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャストアジナ副音声ボイスオブフード第110回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。今回も前回に引き続きこの方をお迎えしています。はい、皆さんこんばんは、2回目の出演となります吉岡里帆です。わあ、里帆ちゃんありがとうございます。いやいや、また呼んでもらっちゃって。それはそう、うん、ちょっともう前回幸せすぎて、うん、こんなに楽しい番組あるのかなと思ってびっくりしたんですけど。本当になんか宙を見つめましたよね。いやいや、幸せすぎて、これ、みたいな。休み、うん、仕事、休み、あれ休み、仕事、あれ。はい、もう前回もね、映画アイスクリームフィーバーのお話などいろいろ伺いましたが、うん、今回はりほちゃんの好きな食べ物のお話を聞きたいんです。はい、持ってきてます。そして目の前にね、ちょっと並べてますけども。嬉しい。いや、私はじめ、さきこさんこれ好きかなってちょっと点点点はてなみたいになったんですけど、ほうほうほう、ズバリグミです。出たグミおかりをグミを今咲子さんに勧めんの結構メンタルいる。いや、そんなことない、そんなことない、全然もう私なんてもう本当にね、もうグミをいただけるなんて、もう私はもう果汁グミとアンパンマングミの、あとはもうグミから締め出されてるんで、今日ついにグミのドアを開けさせていただくという。もう嬉しいですね。ありがたい、ありがたすぎるよっていう、うんうん、反対だから食べてらっしゃらないっていうのを聞いてちょっと嬉しくなりました、うん、ねえ、もう未知の味に出会うのは至上の幸せですから、うん、じゃあちょっと今回私から紹介をさせていただきます。やった。はい、まずは、私のね、このグミ好きっていうのをメディアでね、うん、話したきっかけの番組がありまして、キンキキッズさんのブンブブンで、うんうん、アンケートに吉岡さんの好きなものをお二人にプレゼンテーションしてくださいっていうことが書いてあって、うん、何をプレゼンテーションしようと思ったんですけど私グミすっごい昔から好きだけど、うん、意外とメディアで言ってないなと思って、それで話したのがきっかけだったんですよね。で、その時に日本グミ協会の会長さんとお会いする機会が、おー、いきなりトップに行ったんですね。いきなりトップの方が来てくださってそこでグミ検定っていうのをやっていただきまして。そんなのあるの？それ何なの？なんか即興でその市販で売られてるグミを目隠しして触って、その触り心地でどこのメーカーの何の商品かを当てるっていうか、聞きグミ。そんな水郷の宴がこの世では繰り広げられているんだね。そんな遊びをしまして、それで無事突破しまして。突破したんだ。それは普通に当てたってこと？そう、なんかそれをもしやっていただいて当てれたら、うん、日本グミ協会会員として認めますみたいな試験ですごい、はい、狭き門ですね。はい、無事に、はい、会員になれまして。すごい、そうなんだ、はい、そうなんですよ。現在名誉会員というのを、じゃあ背負わせてもらって、はい、なのでまあちょっとね、そういうのもあるので、まあ、まずはご用意しましたのは、はい、日本エールというグミですね。これはその当時の日本グミ会長さんが教えてくれたグミなんですよ、うん、あ、じゃあもう、うん、ど真ん中で。そう、ど真ん中ですごいこうピュア系のグミなんですけど、なんか日本各地の、うん、そこの名産を使ったグミっていうのを発売していて。見たことあるかも。あ、本当ですか、うんうん、で今回ちょっと私もね、これ偶然いただいたんで、あ、これ咲子さんにも食べてほしいと思って、こちら北海道産ですね、一
一つは夕張メロン、そして和ハッカのグミです。なんかおしゃれ。ちょっと開けてみましょう。なんかそういう感じなんだねグミって今もうなんかグレープとかオレンジとかそういうのじゃないんだね。もう進化してますから。ちょっと、はい、夕張メロンかな。メロンの香りするかな。かわいい。そうなんかね、本当になんか素朴で、うん、無駄がない感じで、すっごい香り高いよ。そう結構ね、うん、じゃあ和ハッカ、美味しそうってか、はい、めっちゃ綺麗、ね、ちょっとじゃあ食べてみてください、いただきます、うん、じゃあまず夕張メロンいただきます、うんうん、美味しい、うん、あの今気づいたのは、うん、グミってこの食べ物のラジオに向かないね音がしなくて音がこれはね本当に音がしない。音がしない。でも想像してほしい。なんかもご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 してでもめっちゃ美味しい、ね、笑っちゃう、うん、なんかあの私あのフランスにパートドフリュイっていう、うんうんうん、ちょっとグミみたいな、はい、果汁を閉じ込めたみたいな、うんうんうん、お菓子があって、何絶対好き。そうゼラチン質で果汁を閉じ込めるお菓子があるんだけど、うんうんうん、それに結構似てるかも。へえ、食べたいそれ。食べてみてほしい。それも美味しい。え、ハッカもいいですか。うんうん、言ってください。うん。うん、ハッカ。すごい歯医者さん。うん、美味しい。確かに。めっちゃ美味しい。美味しい美味しい。スーッとしてね。うんうんうん。わ、でもやっぱグミって美味しいな。うん、なんでグミ好きなんですか。なんか私多分歯ごたえあるもの好きなんですよ。なるほど。歯ごたえがあって、例えば甘いものじゃなかったとしたら、うん、食材だったらタコとか。うわ、わかる、うん、なんかああいうなんエビイカとかもそうですけど、なんかこう噛んでる感じ。フランスパンとかもそうだしもう上顎気がしながらね、そう、うん、なんかあのねすごい噛んでるっていうことがすごく好きで。なるほど。そうだからなんかその、まあ、グミは仕事の合間に食べれるんですよね。確かに、うん、こう糖分取れるっていうので多分仕事する時に肌身離さず持つようになって、それでなんかどんどんこんなのもあるんだみたいな感じで。なるほど。あとなんかねこう子供心を思い出すっていうか、なんか、うん、遊びっぽいっていうか、うん、確かに、うん、ちょっと娯楽がね、そうそうそう、入ってる食べ物の中に。なんかエンタメ性が好きですねグミの。なるほどね。そしてさっき音がねしないっていうのありましたけど、うんうん、ちょっと待った。おなんかグミの人来ましたちょっと待ったグミの人がグミだってラジオに向いてるんだぞということで、はい、これもグミ好きの方は皆さんご存知かと思いますが、うん、一粒甘露さんから出ていますグミッツェル。何それ。これは私があのコンビニとかで買うグミも食べるんですけど、うん、もうわざわざ取り寄せてでも食べたいグミそんなに、うん、そしてめちゃくちゃリピートしてます。あ、そうなんだ。これ今ね ASMR とかでもあのすごいバズってて。え、音するの。音がする。へー、わー、ありがとう。どれがいいですか今ね。なんか、うん、ババ抜きみたいに差し出していただいてるけどじゃあ、うん、なんかこの黄色いやつにしようかな、うんうん、ありがとう。ぜひ。あ、ほんとプレッツェルの形してるグミなんだ、うん、そう、これはね美味しいですよ。開封。私も食べよう。グミッツェル、私が今手に持っているのはグレープフルーツ味です、うん、いただきます。はい、どうぞ。いい音いい音。なになに、なにこのパリパリ、なにうん、すごくないですか。めっちゃ美味しい、ね、目が今2倍になったびっくりして。グミです。あの要はグミを衣揚げしたみたいな衣揚げっていうかコーティングした。あ、でもそんな感じかも、うんうんうん、へー、外側がパリパリなんだ。そうそう、それがチェルなんですね。そうなんですよ、うん、しかもこの商品人気すぎて、うん、あの新宿に路面店があるんですけど一箱しか売ってくれないんですよ。一人一箱まで狭きもそう限定なんで、それもあって私はあのもう通販でまとめ買いしちゃってますね。
うわいい音この音すごい、なんかつららをさ冬の朝踏みしめたみたいな、うんうん、つららは踏みしめられないね、霜柱かな確かに確かに霜柱っぽい、うん、感じする、うん、白氷を踏むような、うんうん、美しい。これさ、うん、真冬のさ雪原のさ、うんうん、に出た時にさ誰も足跡がついてないさ雪の風景の中で噛んでみたくない？めっちゃいい。何、うん、詩人詩人ちょっとアーティストがいるんですけど目の前にいきなりポエムを読んでしまう。もうたまらないですね。うっかり読んでしまった、私としたことがいやめっちゃ美味しい。まあよかった、うん、これ本当に食べ続けたくなる、うんうん、出会ってしまったな、うん、でもさそれこそなんか前回も映画の話しましたけど、うんうん、そのアイスクリームフィーバーの舞台挨拶で、はい、なんか100万年奇妙アイスっていうのがアイスクリームフィーバーのコンセプトにあって、で100万年愛せるものは何ですかって聞かれた時にさ、うん、咀嚼って答えてたよねでなんでそんなことまで知ってるのいやめっちゃ面白いと思ってもうなんか考えに考えて、うん、やっぱり私あの宇宙食みたいに液体化したりとか、なんかこう未来ってそういうイメージがあるんですけど、ね、じゃなくてやっぱ団らん、囲んで食を、うん、でみんなでこう話しながらゆっくり、うん、そして噛むこれがもう一番幸せでしょうってやっぱ思ってるんですよね。でもそれで団らんとか食事とか人いるけど、うん、咀嚼って人なかなかいないから本当に噛むことが好きなんだなっていうのをすごい実感して、そうそうそう、もうなんか本当はね、うん、なんかつけあごみたいなあったらいいのになって。つけあご？え、何、噛み続けられる？なんか、うん、なんかいろんな、あ、いろんな噛み心地噛ませてもらえるみたいな。そう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 、こうなんか多分私の噛み心地は私しか持ってないんじゃない、うん、他の人はどういう噛み心地で過ごしてんのかなってすごい気になってるでもわかる、なんかそれこそさ、うん、ロバさんとか、うんうん、ヤギさんとかの、そうそうそう、なんか草とかあげた時にさ、むしゃ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 、あれあれ試してみたいって思う、うん、いいよね、いいよね、わ、うん、かるわ。噛むってやっぱいいですよ。なるほどね、うん、そしてもう一個最後に紹介させてください。はい、これはね、咲子さんからラジオの誘いあった時に、え、これ絶対一緒に食べたいと思って、一粒甘露さんが2022年に出された商品で、最近だ、これはモフワという商品なんですけど、あーかわいい名前、こうモフフワ食感のグミを甘露さんが作っていいね、はい、もう人気がありすぎて今年の夏、どうぞ。ありがとうございます、いただきます。この子のミニサイズと、これは、定番のヨーグルトソーダ味、美味しそう、大好きヨーグルト味、あ、よかった、うん、なんですけど今年の夏は期間限定で、なんだっけな、なんかみかん味の商品も出てましたね。そうなんだ、うん、これちょっと私初めて食べますので、あ、嬉しい、うん、初めてお共有できる喜び、いただきます。はい、あー美味しそう、すごい可愛い、雲みたいな、ね、雲がなんかボケーってしたキャラみたいな、うん、後で可愛い顔してる、インスタ見てください、番組の、はい、いただきます。はい、どうぞ、うん、すごい弾力、すごい、なんかもっと柔らかい系かと思いきや、私でもね、やっぱこのハード系のグミ好きとしてはもうこの裏切らない、こう柔らかくしてないのがすごい好き。なるほどね、うん、でも確かに今もすごい、うん、なんかコンビニとかで見るとさ、硬さで選べるんだね、うんうん、そう、なんかほんとグミのなんか勢力が拡大してきてるなと思ってて、うんなるほどねコンビニのね、あの販売してる場所がどんどん広がってるのを見ると、よしよしと、ね、誰なのグミの、よしよし、グミの誰の、実はそのグミを普及するために芸能界に入った人、もしかして闇のね、闇の組織から派遣された、怖すぎるね。あ、そうだったんだ、すごいな、はい、いや、お付き合いいただきありがとうございました。素晴らしいです。え、ちなみにグミ好きになったきっかけとか覚えてますか？子供の頃とか。なんかグミっ
ていうより多分私もちもち系が好きで、うん、なるほどね、うん、なんか今はまあグミ紹介しましたけど、うんうんうん、あの基本的にやっぱもちもちしてたりとか弾力のあるものとかお餅系がやっぱすごく好きなんです。はいはいはい、うん、それは私もあの、はい、やらせていただいてますよ。あ、やらせてます、やらせていただいてますよ何よって感じなんだけどやらせていただいてます。そうなんですよ、小学生の時にお餅つき大会ってあったんですよね、うん、わ懐かしい、餅つき大会、懐かしいね、あれが大好きで初めてその大量の大きいお餅をペッタンペッタンしたやつを手でちぎって、うん、あのきなこのとこにポイポイ投げてくる、ね、なんかお母さんとかめっちゃ言ってくれて、ポポポイってそれを勝手にこうつまんで食べた時のあのもつきたての餅の美味しさ、超わかる、ね、あれがやっぱり脳にこびりついてるんで、あれは確かにソウルフードかもだし、うん、私ももう完全に最前列でやってた、うんうん、もう一緒だ、うん、がめつい感じで瞬間にいただくみたいな、そうそうそうもうやってたやってた、そっか、そうだからまあグミを好きになったのは多分子供の時だと思うけど、うんうん、元はやっぱりそういうなんかもちっとした弾力のあるものっていうのが好きだったっていうとこだかな、多分。だってりほちゃんはあの京都の今宮神社の炙り餅、うん、大好きねー、俺も一緒やん、あれは最高の串刺しのもちもちだよね、うん、本当によく作ったあのサイズ、うん、そうあれね、あの焦げ、そうなの、なんだあいつ、わかんない、なんか本当よくできてるなと思ってて、うん、私結構やっぱこの芸能界に出てきて、うん、やっぱ地元への貢献度で多分炙り餅に一番貢献してる可能性あるっていうぐらい、炙り餅大使くらいの、もう炙り餅のことむっちゃ言ってる、うん、あ、そうなんだ、うん、もうありとあらゆる場所で炙り餅のいいところ話してるかも、うん、もういいよってみんな知ってるよってなるかもしれないけど、それでも言わしてくれっていうか、あれすごいですよね、すごい、うん、やっぱ直火で炭火でこうね、そうそう、炙ることでまぶしてあるきな粉の香りがバーッと立ち上ってね、でそこに白味噌のねタレも相まってちょっとその甘じょっぱさみたいなのもあって、美味しい、あれ食べたいな、全部で11本とかかな、なんか結構量があるんだけど、うん、お餅1個ずつが小さいから、そう、私の夢はあれをいつか、はい、あの花束のようじゃないですか、うん、あれをなんか11本一気食いしたいっていう夢があるんだけどめっちゃいい、ゴゴゴゴゴってやってめっちゃいい夢、確かにあえて出てきて11本丸ごとはいけないもんね、さすがにね、なんかね、うん、ちょっと空気読んじゃうよね、そうなんですよ、でも見たいな、ちょっと今度見届けてほしい、めっちゃ見たい、もしそれすることあったら動画撮って私に送ってきてほしいです、やりますって書いて、見てるって書いて、インスタライブやってほしい、やばすぎる前人未到のね、うん、息食いをしたいなっていう感じなんですけど、いいですね、今日はですね、はい、あのこんなにグミをたくさんもてなしていただいたお返しという意味も込めまして、うん、京都 の, あのもう一つのマイフェイバイトもちもち、はい、深野不満十さんが駆けつけてくれましたのでお呼びしましょう、深野不満十さんです、うわー、不満十大好きです、嘘、もう不満十は本当に好き、マジで結構しょっちゅう買って食べてますねてかおふって素晴らしいよね、素晴らしい、あんなになんかしょっぱくもいけるし、うん、甘いのもいけるし、うん、なんか懐広い、いや本当に、好きすぎて私本当に、うん、うわー聞いた聞いた、もう美味しそうすぎてやばいもちもちしてるもちもちしている、この笹の形に形状記憶してるの可愛い、あ、そうそうそう、なんかさ跡ついちゃってんだよね、うん、かわいい、すごいかわいいよね、柔らかすぎてね、笹の形ついちゃうんだよね、私あのハットとか深くかぶっておでこに跡ついた時に、うん、私不満十みたいだわって思ったりしたりしないとかしてます、かわいいです、はい、これだいぶかわいいです、いやーはい、深野、ね、不満十さん、丹波大納言のこしあんを青のりを練り込んだ生麩で包んだおまんじゅうということで、笹の香りに包まれてるので、はい、うんうん、もうすごい最高だよね、
やっぱこの笹っていうのがいいんですよね。私草で包んだお菓子全般好きだから。わかる、うん、草包みね。草包み系草包み系ね。草包み系とかで紹介してほしい。りょうちゃん、なんかいいですね。草包み系やりたいな、うん、やりたい。いただきます。いただきます。美味しすぎる。このなんか上品なあんこと、うん、青のりしっかり香ってますね。うん、やっぱこのさ、おふならではの、うん、もちもちなんだけど、うん、こうプツンって歯切れがいいじゃないですか。うん、なんかこの歯切れの良さがかなりツボで、うんうん、お餅にはないもちもちというか、うん、確かに、うん、なんかこうちょっとモフワのこと思い出しちゃった。モフワもう一回食べてみる。ちょっと一回食べてみようか。食べてみようか。お拭いた後にね。うん、いや、すごい弾力。なんか噛み切らせないっていうね。すごいですね。なんかまだ諦めてないよね。うんうん、咀嚼されることを。笑っちゃう笑っちゃう。うーん、あ、おかしい。でも確かにこの噛み切れる感じは。オフならではですよね。うん、本当に今モファーがね、うん、口にまだいるんだよね。そう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 、すごい滞留時間長いから。モファーのすごい自己主張強いから。でもすごい美味しい。これハマっちゃいそう。うん、だ嬉しい。置いてっていいですか。じゃあ置いてっていいよ。味な副音声ボイスオブフード。はい、というわけで今回は吉岡里帆さんの好きな食べ物グミにたくさん来ていただきましたけど、里帆ちゃんどうでしたか。はい、いや、なんか改めてね、この世界中のものを食べ尽くしたであろう咲子さんに、うん、こうグミを紹介するっていうのがかなり新鮮だったんですけど、うん、やっぱね、咲子さん全部ね楽しそうに食べてくれるんですよね。なんかそれが私改めてこの人が好きだってすごい思いました。ね、うん、私も好きです。やったぜやったぜ。両思いや、両思い成就みたいな。成就。はい、そしてそんな素敵すぎる吉岡里帆さんが主演されてる映画、うん、アイスクリームフィーバー、7月14日から公開ですね。はい、うん、そうなんですよ。もうぜひぜひ皆さん、ね、アイスクリームをね片手に見てほしいぐらいなんですけども、ちょっとそれはね、映画館ポタポタしちゃうので、はい、スタッフの方からのね、はい、NG が入っちゃうかもね。じゃあ見てから、うん、アイス食べてじんわり映画のことを思ってくれたら嬉しいなと思ってます。わー、いい夏になりそう。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして味のフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集中です。アイスクリームにまつわるお話などもぜひ送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分からFM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。